梅田稲荷神社は、東京都足立区梅田にある神社。祭神は、宇上玉井の地で、志田先生よしが混流した神社と伝えられている。境内の長寿鉢には、文久元年9月と刻まれている。戦災で消失し、再建された。宇上玉井の地、玄義家の孫、六条法丸、ためよの三男義博が事情4年に混流した。創建年その他は不明。 旧社殿は昭和20年3月の空襲で消失。昭和28年に再建された。多来造跡石には文久元年9月と刻まれている。境内建物は社殿、神楽殿、新横、社務所の4つである。社殿正面右手には差し石が置いてあり、鳥居には大正11年9月の名がある。その他境内に天明七町末9月創立。 開エ七7年後院11月再建四古中の名が、あるのぼり立て、手洗い石がある。なお、手洗い石の記念については、昭和52年までは、文久元年9月と刻まれていた記述があるが、現在は剥離して、年代不明となっている。社務所前の道路に面して、2体の青年混合像がある。梅大成神社前に、有形民族文化財の混流年不傷の、 高信塔がある。社務所の右に昭和51年に高信塔が建立された。島内には高信塔と外高人の2期が祀られている。もともとは王子道と高州道の交わる梅田堀にあったものをここに移しておいたものが急存したので地元有志、念仏集中が愛よって道を新築、保存を図ったもの。1月9日は都市,市祭り。 2月初馬は、初馬祭り。5月5日は、県祭り。6月30日は、大払い。9月9日は、礼王祭り。12月30日は、大払いがある。東武スカイツリーライン、梅島駅より、徒歩8分。ありがとうございます。